天気です。現在の熊本市の様子です。曇っておりますね。ちょっと雨が降るかもしれません。では気象衛星ひまわりで明日の天気をどうぞ。現在の雲の様子です。冷たい雨をもたらした雲は東の海上へ進み、近畿地方から西には目立った雲はありません。月曜日の近畿地方は移動性高気圧に覆われるでしょう。大気の状態は安定する見込みです。近畿全般にすっきりと晴れるでしょう。ヒノキの花粉は減りましたが、強い紫外線に注意が必要です。雨の降る確率です。近畿各地とも 10% 以下の低い数字になっています。にわか雨の可能性はなく、洗濯日和になりそうです。朝は冷え込み、内陸部では0度近くまで下がるでしょう。遅霜には注意が必要です。日中は急速に気温が上がり、過ごしやすくなりそうです。おしまいに週間予報です。火曜日は次第に雲が広がり、水曜日は各地とも雨になるでしょう。気温は平年並みで暖かい日が続きそうです。以上、天気予報でした。